はいどうもお疲れ様です。岸田総理の発言がね、物議を醸し出してますが、今回はその通りでしょう。岸田総理、全然育児のこと分かってないなというしかありませんえ。というのがね、育休中の学び直しなんていうのことを言ってるわけですよね。この言葉だけでも、育休ってのがね、子供のために仕事を休んでるから楽でしょっていう発想になってるわけなんですよ。まさに育児をしたことがない人の発想ですよね。 あのやっぱりねお子さんが生まれて0歳1歳2歳とやっぱね仕事をしながら子育てをするっていうのは非現実的ですよ本当ね中にはできる人もいるっていうレベルでやっぱ0歳とか1歳のお子さんを育てながらその安全に配慮しながらねやっぱり勉強とかも無理ですよね全然落ち着いてできないと思いますよいや本当にね中にはできる人もいるっていうレベルで なんか、岸田総理も全く勘違いしてるのが、育休がね、休みだと思ってるんですよ。それはね、あの、やっぱり産休っていうんですか、休みっていう言葉が悪いかもしれませんけども、確かに、仕事は休みますよ。会社の仕事やアルバイトは休みますよ。なんで休むかっていうと、休まないと仕事と一緒に子育てができるほど楽じゃないからなんですよ。そのぐらいの想像力は岸田総理ないんですかね。<laughs> かわいそうな部分もありますね、こういう人は。えー、これに対し、首相は、 育児休などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押ししていくねえ育,育児中はねあのできないんですよ勉強は本当にねそのぐらいのことは岸田総理も想像がつくんだろうなと思ったんですけども奥さんがダメなんですよね岸田総理の奥さんが育児の大変さをこうちゃんと 岸田総理に旦那さんに伝えてないっていうかねもしくは、まあ、余裕のよっちゃんで誰かに任せながらほんわかやってたんですかね奥さんがしょうもないのかなと思いますねこれはうんこういうふうにも書いてますね休みだから時間があるだろうと勘違いしている違うんですよ仕事を休まなければならないほど子育てっていうのは命がけなんですよとそのぐらいわかるですよと安心して出産子育てできる仕組みの方を優先してとだからね総理がこういうふうな発想だからおじさん発想だからね いつまで経っても育児に関わるお母さんお父さん報われないわけなんですよ。ねここにいいこと書いてますよ。一度ゼロ歳児を一人で一日見た方がいいと。いたった一日でいいからやってみたらいいんじゃないですか。公務をしながら子育てね。まあとってもできないですよね、岸田総理には。で、あんまり好きな方じゃないんですけども、えと、ー、広い棋士。こういうふうに言ってますよ。えー、頭がおかしい政治家。育休中の学び直し支援策に呆れる。 まとなな助言できる人いないのかな、ね、せめて奥さんがこんなこと止めてあげないと、うんね、産休育休中の親に学び直しの時間と精神的余裕があると信じてる頭のおかしい政治家、ね、毎日夜泣きで3時間に1回ずつ起こされて肉体労働をする生活を半年以上続けた親のおかげで大人になれたことが分かってない人たち自民党内でまともな助言できる人いないのかなと。ね まあ自民党もいい加減古いおじさんたちですから子育てなんてね自分はやってきてないわけですよで奥さんが3食昼寝付きで楽ちんでやったと思ってるんでしょうねいややっぱりこういう人たちがいる限り国民の暮らしは楽になんないでしょなんか暴動を起こすなら今というかねうんまあ内戦の危機迫るみたいな感じですそこにつけ込んでまあ中国や何とかっていうところが攻めてくるかもしれませんけどもねうんどうしてこうなっちゃったんでしょうか 終わってますね、岸田総理ね。自民党終わってますね。うん、そんなことをやるよりも、早く電気代高騰処理やると。もう電気代高すぎて、しょうもないよ。なんとかしろってんだよ。